皆様こんにちはおあつございます朝からもう三十五度になってますもう朝から九時半九時半ごから今日は冷房つけちゃいましたご用心くださいませ東中野にあらですご機嫌いかがですかで今日はタバコと悪魔芥川龍之介第完完了になります それから先のことはあらゆるこの種類の話のようにしごく円満に終わっているすなわち牛商人は守備よくタバコという名を言い当てて悪魔に鼻を明かさせたそうしてその畑に生えているタバコがことごとく自分のものにしたというような次第であるが自分は 昔からこの伝説により深い意味がありはしないかと思っている。なぜかといえば悪魔は牛商人の肉体と霊魂とを自分のものにすることはできなかったがその代わりにタバコはあまねく日本を全国に普及させることができた。してみると牛商人の吸抜が一面堕落を伴っているように。 悪魔の失敗も一面成功を伴ってはいはしないだろうか悪魔は転んでもただは起きない誘惑に勝ったと思う時にも人間は存外負けていることがありはしないだろうか <coughs> それからついでに悪魔の成り行きを簡単に書いておこう彼はフランス証人が帰ってくるとともに神聖な ペンタグラマの威力によってとうとうその土地から追い払われたがその後もやはりイルマンのなりをして方々をさまよって歩いたものらしいある気力によると彼は南蛮寺の金流前後京都にもしばしば出没したそうである。 松田男女を翻弄した例の家臣小児という男はこの悪魔だという説もあるがこれはラフカディオ・ヘルン先生が書いているからここには御免をこもることにしようそれから豊臣徳川時代の外境教不況によって初めのうちにもまた 姿を現していたがとうとうおしまいにはあまねく日本にいなくなった全く日本にいなくなった記録はだいたいここまでしか悪魔の消息を語っていないただ明治以後再び捕らした彼の動静を知ることができないのは返す返すも遺憾である大正5年10月 21日の作品です。芥川龍之介お,お好きな方もお好きじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、商品がいっぱいあるんですね。まだまだ読みきれないほどあります。でも今東中野の八幡が歩行が困難なんで、本屋さんに行くのが足が運べないんですよ。誰かいい本があったらうちに届けてください。 芥川龍之介じゃなくても、没後70年経っていればどなたでも結構です。東中のニャーラです。橋田まべをさまあよえばみか しのことぞしのおばるかぜのおとよくものさまよよしゆな まだまだ暑い日は続きます上手に乗り越えてください運動と睡眠とそして何でしょうなんか楽しいことを考えるといいかもしれませんねでは来週までご機嫌ようさようなら東中野にあらがお送りしましたバイ